はようございます。今日は1月のね8日、緊急事態宣言が出た、超寒いです。今ね部屋から出てきた温度ですね、21度。これでも寒いんですけど、今日はね前回よりももっと寒いかもわかんない。ああもう20度になってる。ちょっと見てみましょうね、前回の温度よりも低いか。夕暮れな離島桟橋の方向をちょっと一緒に同時に映してみましょうね。いやー寒い寒い。どんより小雨が降ってます。今ちょっと止んでるかな。でももう道路は濡れてますね。
水回っていた全国渡航自粛になっていて、観光客の皆さんも本当に怖いです。地元の人とかも分からない、今日から少なくなると思います。寒いし天気悪いし、観光客の人もいないし、もう何行ったり蹴ったり。まあ石垣はまだ暖かいから